午後6時50分。ああ、もう真っ暗じゃん。まだいる。まだそこにいる。まだ悩んでるの。晩ご飯食べさせてもらえるのかな。やっぱ演習地で食べるかな。報告会ですね。ユーシス様が怒っておらっしゃる。いらっしゃる。まったく、せめて事前にどこに行くか伝えるがいい。俺に気を使ったのだろうが、情報局の圧力などどうとでもする。結社の実験、鋼の聖女、結社最強。もう結社最強っていうか、私的に人類最強なんだけど。マクバーンという男も恐ろしいほどの強さでした。ですが彼女もまた人外と言える。同一人物でしょう。3体目の白い人新機、ガレリア要塞を消滅した機体の後継機。同等ではないね、キーヤちゃんいないから。ね、普通のさ、機械が転移するってすごい技術だよね。ええ、悠々しき事態ね。お、サラじゃん。はあはあはあ、やっと助っ人が来た。そちらに任せてきちゃった。助っ人が来た。トバルとアガット。あ、そうなんだ。へえ、トバルさん会いたいね。フィーにも連絡したけど、ちょうど別件で手が離せない。地方軍の配備は見直すべきね。バラッと公爵がまだ変なことしてくれて。うん、2つが何らかの形で連動している可能性は高い。正規軍が当てにできない以上は地方軍にカバーしていただきたいところ。その必要はない。なんでですか。お言葉ですがですよ。意見します。あー、本当に本当にそんなことできる。そこ出す。うまいね。手のひらで転がしていかないと。帝国では珍しい陥落都市、衝撃場などの文化もあります。保険をかけるべきなのでは。一体どんな両方会議を今日来たんだ。なんかもう手なずけている。一個中隊、こっそりすることはできんのかね。
かける？いやお失礼いたしました。次期公爵閣下。おお、昨日も見かけたが、そうなったわ。ミュゼイーグレット、イーグレット博の孫になります。今回の会議での決定、応援申し上げておりますわ。おお、イーグレット博の、このような令嬢がいたとはな。ねっはっはっは、覚えておこう。それではな。おやすみなさいませ。確かにこんな女の子がこういうこと言ってくれたら愉快ですね。さすがです。さすがですわ。そうね、結局そういうことなんだよな。はあ。うん、なえず判断でした。そうだね、明日は忙しくなるね。うん、ねえ、今日いっぱい動いたね、お疲れ様だよ。そうだね。そこまで許してくれるの？ミューゼのこと？ちょっと待って。ちょっと待って。会うのは初めてだが、死からの手紙で存じている。いや、ちょっと待って、この二人の会話もすごい気になるけど、今のミューゼの話だよね。ちょっとさ、相変わらずさ、ふわっとふわっとふわっと話すのやめてくれません？はい、で、この二人ですね。この身はすでに帝国貴族、随分羨ましく思っていたものだ。なるほど。恐縮です、順将。結社にせよ会議にせよ、明日はおそらく佳境を迎えるだろう。風と女神の導きを、ガリウス、君の使命を果たすといいだろう。ええ、そのつもりです。ただし使命ではなく、あくまで七組としてですが。ありがとうガイウス。またそういうのもいいんだよな。お、なんだこの音楽は。楽しそうだぞ。レインズさん、あー、見て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 、綺麗。かがり火だ。数百のかがり火にイルミネーションの明かり。これがカイトの月祭か。アンジェリカお姉様もおっしゃっていたことですし、ちょっとだけぶらついてから帰りませんか。そうですね。ああ、少しくらいならいいぞ。少しフライング気味だし、みんなへのお土産を買ってもいいかもな。そうだね。やった。せっかくだし、カイトのお上品な店あたりで飲むか。だから君は未成年だろう。では教官、二人きりで夜の鳩場にでも。だからあんたはやめい。ユーナ、今はさ、なんかこうあれで止めてるけどさ、そのうちユーナもみたいなことにならない？実は私みたいな。もはやお約束ですね。微笑ましい。ツッコミがいるからこそまたその面白かったりもするよね。さあ、マラソンかつ隠しクエストなんてものもありそうですね。どうですかね。一旦止めます。よし、じゃあ次の日に撮ってます。やってきますか。ウィッシュ。会議の1日目は無事終了。本当に結社が動いていたとはな。明日から本腰を入れて警備に。現在、樹脳海洋要塞でも気候変出動を検討している。ああ、そっかそっか。なるほどな。ベックフォード卿。我が家は代々大船主でな。私も船が好き。
両方会議の行方が気になってどうにも続かなかったけど、この船と炎が織りなす光景、やはり実際はいいものよな。ほんとね、美しくも儚い。あー、追いとまなされちゃったの。あー、みんなおのおの自由にしているっていう感じ。なるほどな。あー、確かにね、できる。できますな。フロラルド伯爵邸に入ります。エリスはいるかしら。旦那に様にお好きなカクテルでも。だよね。確かにね。いないね、誰も。旦那様はいるかしら。いるね。外は見てない。難しい顔をしてらっしゃる。この流れでは次期開園校の推挙もバラッド校で決めざるを得ないだよね。候補者がおらんのがね。いや待ってよ、確か講師アルフレッド殿にはお子がいらっしゃった。そこまでして。いや、まあね、アルフレッド殿は開園後から見たらできすぎた兄。あー、疎まれた。なるほど。いろいろ大変っすね。よし、じゃあフェリスはまたどっかにいるのかな。そうだね。お、二人が開口しておるぞ。あ、かがり火があんなにたくさん。すごいね。星空と相まって本当に綺麗ですね。港湾区で見たいね。高いとこから見るのもいいけど、建物ありでね。まあ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 、赤くなっていらっしゃる。その今年は来てくれましたね。それはそれでちょっと悲しい気もしない。声を聞きたいみたいな。メルセデスとは会えた時でさえあまり話すことができない。かゆい。そうだね、共に時間を過ごせるだけで言葉はいらないのです。よかったね。なんか1年に1回とか織姫と彦星みたいだね。なんということでしょう。お幸せに。あら、この人は初めてな感じじゃない？ああ、そういえばミサやるって言ってたね。お子さんって何歳以上ですかじゃない、何歳以下ですか。詩人ですね。あー、ホーキンスさん。あー、いや、まあでもね。でも見守ってくれてるんだね。あ、何寝た。よかったね、今日はみんなでお祭り回る。大笑いまし、羊さん、やったね。作戦成功だね。今夜お二人を散々連れ回して差し上げましょう。好きだわ。
そんな以来なの？あ、いいね、いいね。ね、オリバー面白い。モブにしとくにはもったいないこの性格。あ、ごめん、違う。主人と衝突が絶えなかったけど、ついに限界って時に我が家に謎の速達便が届いた。まだ拙い字で私たち家族を楽しい月祭に。ちょっと待って、涙が出そうなんだけど。どうやら差出人は リルベルだったみたいで、一本取られてしまって、いやそんなんもらっちゃったら行くかってなるよね。ちょっと待って、涙が出る。だね。いやまさかムンクネタになるとは。いや大事、子供ってすごいね、子供のパワー。すげえ、すげえいい話でした。そしてここだよね。誰もいるわけがないんですけど、ちょっとつい見てしまいましたね。あーよかったー、よかったー、涙が。累戦ゆるすぎん？これで大聖堂に行けば、ここは終わりかな？よし。ミス始まるのかな？どうかな？結構人いるじゃん。問題はラクエルの方か。まあ、大司教さんもね、すごい慈悲深い人だから、すごいいい話が聞けそうだね。行ってみたいな、こういう教会。確かに。さて、レーガンさん？はいはい。あ、意見の調整役。矢面に立って舵を取る。次第の方々と比べもないけど、張り切りすぎてしまった。したいと言えばしたい。え、これ参加できるやつ？私の番です。参加できなさそうな感じはあるんですけど。着席するボタンがありません。行くぞ、俺の番だな。残念、残念無念。また来週って何のいい文句だっけ？なんだっけ。公安区後にしよう。傷病地区に行きます。ロードが長い。 SSD なのに。よいしょ。ノルテラ、うん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 。あー、こっから見るのもいいね。こっから見るのもなかなか、こっから見ると、なんだろう、灯台がよく見えるし、向こう側に家があるから、それもまた相まっていいね。ね、うっとりしちゃうね。あ、そういえばそうだった。喧嘩してんだったね。旅行資金をカジノで使っちゃって頭にきてたけど、結局反省してくれてる。一言謝ってくれたら許してあげようかな。謝られてないんだまだ。あー、そうだね、そうだね。お互い血が昇ってたっちゅう。いや、しかし。だがしかし、あ、まあね、根に持ってたらもったいない。そうね。意地張り合ってたらね、進まないしね。うん。不良に絡まれて巻き上げられちゃった。ああ、そういえば、いや、
アッシュの友達悪友さんに結局巻き上げられちゃったのね。いい気になってる間にクロネットとは喧嘩してますし、もうほんだりけったりだったけどそうだね。でもなーなーにしたらいけないよ。お、謝ってみっかなって。まあ人は失敗を繰り返して大人になっていく、そういうことですね。はいはい。あれ？いる？あ、いた。ごめんなさい覚えてくれてる。こんなに美味しいんだね。私も食べたい。あー、3日目か。じゃあ明後日だね。人めっちゃおる。あ、ワーグナーさんだ。いい笑顔である。この人話しかけてないよね。はいはいそうだね、楽しいね。あ、この人はクライスト紹介にいつも行っている人。この人話しかけてないね、クライスト紹介の後。ちょ、申し訳ない。お疲れ様です。あー、うんうんうん。平民っていうところが主人には問題だけど、母親としてしっかり見守ってあげないと。そこは女子の味方。さほど心配してない。進展が遅いのがちょっと残念。そうですよね探ってるんだそうなんだ。あーメアリーも連れてくる。ロマンチックな時であれば男に心を動かされよう。名案だ。そっか。いやー、メアリー教官と進展かどうなんでしょうか。話しかけた人、はい、びっくりしたモンハンワールドアイスボーンがアップで、あー、そういえばなんかさ、なんか素材がバグってるやつがあって、天輪かなんかバグってたんだよね。ごめん、全然話違うけどなんかバグってて、それが治った感じとかなんかな。待って、今この人の話聞いてなかった私。なんて、あー、もたもたしてたせいだから遅れちゃったのね。これなんて言うかな。はい、そうですよね。そうですね。じゃあ外回り終わってるっぽいから、クライストモールへレッツゴー。どんな感じかな今まだこの子立ってるうん読んでない缶を購入か。ああ、そういうやり方もあるか。ちょっと新しい価値観でしたはいはい、うんうん。いや、まあでも自業自得といえば自業自得なんですよね。私あんまりこう見比べたりしないんだよね。すぐ買っちゃうはいはい。あー、
そうだね、頑張って。まあ動画外で、ん？録画外でちょっと何気に30個ずつにしてしまったっていう、もうちょっと買おうかなって思ってるぐらいの5倍引き。はいはい。あー、一応心身に本当に悪いって思ってるんだね。はいはい、よし。あ、そうだ、エクスチェンジできる？あ、結構ある。どこ、あ、そうだ、私豆に戦ってたんだった。うわー、待って、10万だよ、きたー。10万で何かあったっけ、なんか10万の話題してなかったっけ、私忘れたな。これ11個ずつ買うか、調子に乗って。で40個にして、ニガトマトはサンディちゃんの方が安いから、サンディちゃんのところで買おうとして、うん、こんな感じでいいのでは。はい、ありがとうございました。ん、トロピカルミックス、美味しそうだね。アップルジュースか。ホテル、今日は人多いだろうね。スタインローゼ、さすが。なるほど、しっかりしてんね。なるほど。そうなんだ、ダンスパーティー、ここの奥でやるってこと？なるほど。へえ、そうなんだ、いけるの？いけないよね。上、あ、誰もいないな。そっか、まあみんな楽しんで。いるかな、ビエラコートにベリス。わあ、また人が多いね。うん、そうだよ、こんな建物の中にいるのもったいないよ。よかったよかった、結局買ったんかな、なんかお化粧品でね、化粧水、そうそうそう、あー、そうなん、よかったね。よかったね、うん、嬉しいね、うん、大切に使おう。うわ、そういうのめっちゃ嬉しいだろうね。この二人も可愛いよね。オルディスに住まう精霊ピッ、そうなんですの。可愛い。可愛い、この二人ほんと可愛い。もう、あ、間違えた。うん。親バカめ。はい、ちょっと時間がやばいので、今回はここまでにしようと思います。見てくださってありがとうございました。